今回は赤単で使えるコテク。相手にガーガロスのような大きなクリーチャーが場にいて、エンバレスの封建がないよピエン降参みたいな時もまだ諦めるな。ヒアイパの突撃者が場にいて、手札にリムロックの騎士がいれば、もしガーガロスが攻撃してきても、ヒアイパの突撃者でブロックして、リムロックの騎士の出来事を唱えて、3-1でブロックをする。そうすると、当然死んでしまうんだけど、ヒアイパの突撃者が死亡した時、パワー分のダメージをクリーチャーかプレインズフォーカーかプレイヤーに与えることができるので、まあ、ガーガロスの誘発は一度発動させてしまうんだけど、相打つことができる。1マナと2マナのコンボで5マナのクリーチャーを打ち取れることもマジックの面白いところ。当然、恋煩いの野獣など、タフネスが6以下のクリーチャー相手に使えるテクなので、覚えておいて損はないぞ。では、